うなぎのお夜食事情。ニャン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 、始まりました、うなぎのお夜食事情。いつもコメントありがとうございます。今日はですね、北海道からまた未来先生がやってきたんですけど、見てください、バーン。こんにちは。聞こえる？聞こえる、はい、聞こえる。犯罪者みたいになっております。今日はですね、今日のチャレンジはなんか未来先生もしかしたら見ないでも叩けるんじゃないか説ということで、今日はこのぐるぐる巻きのこの状態で太鼓を叩けるか検証したいと思います。イエイ。イエイ。それでは太鼓の方に移動します。ちょっとね、あの顔 NG なのでこの状態のまま店内に連れて行って映せないんですけど、叩いてもらいたいと思います。意気込みは、まあフルコンボしたいですね。まあでもやってほしい、逆にやってほしい。はい、というわけで撮ってきたいと思います。未来先生のメガネチャレンジが始まります。触れない人だ。分かった、触れない人だ。あった、これこれ、あ違う、右。
いやすごいね、やっぱ未来先生やってるうちは分かんないんだけどね、自分じゃあの、まあそうだよね、今どんぐらい繋がってるのかとか分かんないけど見えてないもんね。そうでもやっぱなんかどうしよっかな、なんかちょっと結構うの意地悪したくて毎回いろいろ考えてるんですけど、今のところね全然できてないので、今のところはあの次はもっとちょっと考えます、いろいろ。はい、楽しみにしてますはい、というわけで最後まで動画の視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思ってもらえたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。未来先生のチャンネルのリンクは下の概要欄に貼っておりますので、よかったら見てみてください。というわけでまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。